こんにちは、レイムです。シミュレーターを起動します。こんにちは、マリサなので制限時間内にできるだけ多くの鉄器を破壊してください。今回は最強 MS 招待決定戦の予選なのぜ。最強 MS 招待決定戦、そう、ガンダムオンライン運営主催の6人が1チームとなって招待を組んで、オンラインで予選から決勝まで戦い抜き、全国ナンバーワンの MS 招待を決定する大会なのぜ。かっこ、公式ホームページより抜粋、かっこ閉じ。なんか、大変な大会だけど、あたしなんかが出場しても、大丈夫なの？もちろん霊夢は、出場資格をクリアしているのぜ。そして、出場の目的は、視聴者の皆さんの、思っている通りなのぜ。出撃準備が完了しました。発進どうぞ。目標が変更されました。一緒に参加していただく皆さんは、霊夢の舞台眠れる森の者たちにて募集した方たちで、新世界の神さん、ユファーさん、メティアさん、ソレソーちゃんさん、ネコーさん、そしてヒロのこと霊夢なのぜ。招待としてはこの戦いが2戦目、霊夢は初めての出場なのぜ。そしてこの大会に出場する招待は9人まで登録できるんだけど、残りの3名はビフッシャさん、ウサミレンコさん、マッタさんなのぜ。わあ、ちょっとやばいよ。霊夢、一度引いた方が。いや、ここは敵を引きつけておく方がいいんだよ。ねえ、現実目標を奪還できたでしょ。でも、やられちゃった。わざわざやられに出てきたのか。敵もそのように申しております。とはいえ、なかなか奥が深いので。今回準備した機体は、プロトタイプガンダム、カッコ、メンタルチ、カッコトジ、ジムスナイパーカスタム、ウッディこと、ジムホワイトピンを使用。初期型ジムなのぜ。次は、慣れた機体、ウッディで行くよ。オッケーオッケー。さらにオッケー。目標が変更されました。次の目標はどこですか。次は敵に取られそうだぜ。取りに行くのは難しそうだから、奪還を狙うしかなさそうだね。敵はミサイル持ちがいるので、ミサイルなんかこの格差じゃなくて兵器の兵器だよ。オッケーオッケー。早く奪還しないとね。ここは下からは難しいので裏から行くのぜ。絶対奪うんだよ。オッケーオッケー。なんとか、あと1機だけ、オッケーオッケー。奪還完了。すべてオッケー。目標が変更されました。あれ？私を雑魚扱いしないで。最後に、霊夢らしさは忘れないので。
撃隊を選んでください。出撃する地点を選んでください。気を取り直して砂かすで出るよ。オッケーオッケー、もう取り直したよ。早いので、目標が変更されました。自軍戦力ゲージが残り 50% を切りました。逃げられちゃった。作戦時間が残り5分を切りました。こっちからは入れないので。そうなの？間違えちゃった。みんなは裏から行ってるから、今度は下から行ってみるよ。ガンタンクは厄介なので。アーム投げ無理があるな。やられちゃったよ。いただき。やられたらやり返せなので。出撃隊を選んでください。残り50出撃する地点を選んでください。目標が変更されました。次は初期型ジムで出るよ。この時点でゲージでは負けてるんだけど、正体の誰もが勝てると確信してたので、かっこかっこいいので行ってみました。かっことし。でもここさえ取れれば勝てると思ったのは事実だと思うので。制圧完了。ここを防衛して逆転するんだよ。絶対するんだよ。この辺りでチャージビームライフル持ちなのを思い出す霊夢。初期型ジムはこの大会のために作った機体なので。慣れない機体と慣れない武器に戸惑いながら戦う霊夢なのでした。みんなも来てくれたよ。いつの間にか逆転してるので。わあ、ギリギリ防衛完了。やられちゃったけど OK。 目標が変更されました。もうよほどのことがないと負けはないので。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。最後はもう一度プロガンで。やりました。我が軍の勝利です。勝ったようで。戦闘における戦績を報告します。信じられないって感じで勝利をかみしめたのぜ。よかったよ。オッケーオッケー。お前がこれだけやってくれると俺も安心して戦えるよ。それでは皆さん、この辺でご視聴ありがとうございました。開封するコンテナを選んでください。